デジニョフ岬。ユーラシア大陸の最東端。1848年にロシアの探検家であるセミョン・デジニョフが発見しました。彼はアラスカとユーラシアが陸続きでないことを発見しました。この岬の発見をもっておよそ15世紀から続く大航海時代の終わりとみなす見方もあります。